Stop it. Get some help. そんなウンキンさんの PV をまずはみんなで見てみましょう。どうぞ。私は聖夜ウン・ナオキンと申します。ご孔明はかねてから伺っております。ぜひ劇を見に行ってください。音楽めっちゃいい。ほんといい。私が継いでからだいぶ経ちましたね。めっちゃいいな。人生は劇のごとし、劇とは人生のごとし、うん、私は一生お芝居をしていくとそう心に決めています。はぁ、あ、ゆえには伝説が数多くあり、ミーウェ劇の中で一番多いのも神に関する劇となります、うん、しかし今はもう人の時代です。私は人の物語をもっと書き、人々の心を皆さんに向けて歌いたいと思っています。なんて素敵な志願ね。高い志。これね、騎士も美しいですね。めちゃくちゃ美しい。当日は千編万法最後の鍛錬に付き合う際はお気をつけください。かわいい。すごい。うん、いや、かわいい。あのスカートがふわってなるところもめちゃくちゃいいですね。うん、ほわやっぱりかわいい。めっちゃかわいい。いや、もう小柳さんのお声がめちゃくちゃ合ってて、はい、嬉しい。素晴らしいです。魅力がもう何倍にもなっておりますけれども、素晴らしい PV ですね。 PV ですね。改めて、はい、綺麗だ。ね、こう最後にその本当に、うんうん、本当のプロの方が、はい、はい、歌をやってくださってるっていうのもあってすごいですよね。すごいです。本格的な、はい、うん、ああいうお芝居って言ったらいいですかね。の中の演技の歌をやってくださってたりとか、素晴らしいですし、あの頭のポンポンの感じとかも、うん、そういうなんていうんでしょう、劇の、うんうん、あれをモチーフになさってるのかなみたいな。ね、素敵ですよね。細かい、うん、ね、動きがもうなんか踊るように攻撃するのがめちゃくちゃキュンキュン。でも本当に優雅でたおやかさがめちゃくちゃ出てました。そう、あとあのアイメイクって言ったらいいんですか、あれめっちゃ可愛くないですか。可愛いです。真似したい。本当、あと 目のなんて言ったらいいの、輝き、そう、色合い、はい、とかもいろいろなんかすごい可愛いですよね。可愛いです。たまらんです。出ないかな。アンキンさんのアイメイクのやつ。確かに。いや、めっちゃ綺麗な色してる。すごいいいですよね。